星智美は、栃木県那須郡中川町出身のプロ野球選手、宇藤右内、東京ヤクルトスワローズ所属。高校時代から、プロスカウトから注目されたが、プロ志望をせずに、明治大学へと進み、公式野球部に入部した。1年春のリリーグ戦で、時速 154km を計測した。大学通算成績は、46試合に登板し、4勝5敗。 防御率2.59。2016年10月20日に行われたドラフト会議で東京ヤクルトスワローズからドラフト2指名を受けた。そして2016年12月1日、契約金7000万円、年俸1200万円で仮契約した。背番号は24。2017年は開幕を一軍で迎え、 4月1日の横浜 DNA ベイスターズ戦でプロ初登板。5月7日の DNA 戦でプロ初勝利を挙げた。9月15日に右肘を疲労骨折し、10月2日に右肘の手術を受けた。2018年はリリーフとして結果を残し、9月13日の巨人戦で377日ぶりの先発を務め、 6回1失点で393日ぶりの先発勝利を手にした。2019年は7月30日に1軍昇格し、主に中継ぎで10試合に登板したものの防御率8.53と振るわなかった。2020年は主にロングリリーフとして起用されたが、大量失点を喫することが多く防御率5.25と制裁を書いた。2021年、 6月19日の中日戦で当番し無失点に抑えた。大学時代で直球の最速は時速 156km。ありがとうございます。